元気こんにちはこんにちは、今日もお願いします。こんにちは。今日ナイスゲーム、ナイスデイ。おはようございます。いい T シャツですね。めちゃくちゃいいですよ。福留さんの引退セレモニーも控えてますけど、はい、今日はどういう風に過ごしますか？しっかりと登板はないので、はい、福留さんから今までいただいた言葉とかそういうのを自分の中でも思い返して、はい、一番いい形で自分も迎えれたらなとは思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ライブですか？ライブ中です。じゃあ、いい T シャツです。ありがとうございます。すごいらしいです。これ3時間ぐらいで描いたらしいですよ。すごいっすね。水野の人から。そんな T シャツ情報まで。はい、今日はセレモニー控えてますけど、福留選手の。どんな風に過ごしますか、小笠原選手？本当はスタンドで見たいぐらいなんですけど試合ロッカーでおとなしくしておきます僕でも阪神の時からこうお食事とか何回かさせていただいたことあって、まあ、そこからなんで、そうですね、2年というか、 なんか3年4年ぐらい一緒に野球やらせてもらってみたいな、対戦もさせてもらってみたいな感じなんで、なんかこう充実した時間でもありましたし、ロッカーも近かったんで、いろいろとプライベートの話も野球の話もさせていただいたんで、ありがたいです。日本だけじゃないですからね、野球やつ、アメリカでもやってますし、そうですね、いろんな話をこう聞けて、なんか楽しかったです。じゃあいい一日になればいいですね。はい、そうですね。ファンの方と同じ気持ちですね。そしたら今日全く一緒です。福留孝介って言いますよ。ファンですね。ファンです。ありがとうございました。鵜飼選手、お久しぶりです。こんにちは。最後福留さんの時に間に合いました。はい。全員孝介揃えました。そうですね。そうですね。まあ、復帰戦もあると思うんですけど、はい、福留さんのセレモニーありますし、どんな一日にしますか？はい、そうですね、福留さんのプレーを目に焼き付けて、はい、目に焼き付けます。自分も頑張ります。はい、よろしくお願いします。おはようございます。ああ、いいですね。ああ、サインも書いてもらいました。タンケも、タンケさんもタンケさんもサインもらってる。サインもらってる。グッドグッド。ありがとうございます。ああこれにつきます。本当嬉しいです。福留さん、ありがとうございます。お疲れ様でした。今日もお願いします。ありがとうございます。YouTube ライブさせていただいております。はい、大変ですね。ご苦労様です。福留さん、今日の意気込みだけ一言いただけますか？今日大変です。頑張って野球します。よろしくお願いします。
はい、アングル変えてもらっていいですか。サルサルみたいな動きした顔。本当にファンで。もらってやったぜみたいな。俺もらっちゃったぜみたいな顔してるんですけど。ほら9番9番9番って。僕はもらいましたよみたいな。あいつ本当に野球小僧ですよ。そうですね。あれで汗拭くんですよ自分の顔。もらっちゃいました、もらっちゃいました。僕はもらいました。ほらほら見てくださいやつ。うん、もらいました。うん、ほら見て、いいでしょ、いいでしょ。ほら行ってきます。ほらルンですよって練習がはかどります。しのすけさんもらってないですか。はい、もらってない。後でもらわないとですね。いや、僕はあのバッティンググローブもらってきます。あ使うよ。あいつよりいいやつ、いいやつもらってきます。スチールさん写真のどうですか。ヘッドのサインが。こっち向き。あ、こっち向き。こっちが撮ります。どう並んだらいいですか。あ、こっちから撮るので、まあ、前列しゃがんで、はい、で、こっち2列目。じゃあ先にあのこちら撮るんで、はい、撮り終わったらちょっと上向いてください。はい、はい、じゃあ行きます。じゃあ最後行きます。で、上お願いします。
ラストです。あれ3点練習が終わってしまいました、はい、まあ、もうとりあえず1回終わったんで、まあ、まだ他にまだいろいろやることもいっぱい中であるんで、はい、試合ではどんな姿は見せたい、まあ、少しでも元気な姿を、はい、見せられる、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。その T シャツの宣伝をちょっと電波が届かなくなっちゃうんでここから撮っていいですか。え、なんすか、みんな宣伝してるじゃん。宣伝といえば岡林選手ということで。商品紹介じゃないもんこれ。なんすかそれ。これは引退記念 T シャツですね。はい、サインしてもらいます。あとこれが今日の来場者に配られます。僕これいただきます。ありがとうございます。後で持ってきます。裏も見てください。これ今何ですか。ライブ中継してます。ライブ中継してます。じゃあ僕のシートノックぜひ見といてください。シートノック、はい、何か言わないんですけど。あ、なんかシートノックであるんですか。はい、何かあるんですかね。わかりません。まあ見た人にはわかります。はい、これもらえるんですか。来場者にもらえます。ありがとうございます。来場者ってことですか、はい、来場者です。じゃあお渡しは、それは本当ですか。ありがとうございます、はい、じゃあ今日の意気込みを、はい、なんとか、最後勝って終われるように、はい、精一杯やれることが頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。